これパパも好きなの？知らないパパ知らない CM でさCM 出てるの？ CM でね、あの、あれだっけ、トヨタのね、トヨタ、はい、今の CM 今やってる、今やってる、まあ、あでも YouTube にありますよ。本当、はい、ね、トヨタの車だよね、あのね、飛行機のやつね、はい、車も飛行機も2つ飛行機、そうそう、こんなして道をね、こんなして渡るの全然わかんない。めちゃごめんね、もう。縮小、悔しい。もうさ、若者のノリだからこれは。悔しすぎる、うん。ごめんね。もうこれは若者しかわからん。ごめんね、ゆみちゃん。悔しい。まさかまさか。まさかの。なんかちょっとテンション上がっちゃったな。本当。じゃあそのノリで。そうね。そのノリで行くわよ。それで行きたいとこだけど、これだから。今日もそのノリで。はい、まもなく CM 開けまーす。マイクあげまーす。ディアーウーマン、9月5日水曜日、時刻は朝10時を回りました。ついに、夏休みも終わって9月に入りましたよ。ね、うん、もうどうしましょう。今年もね、もうあと4ヶ月、もうこう考えるとね、ちょっとなんだか急に焦りを感じている私です、うん、はい、私もです。何しましょう、あと4ヶ月何か形にね、残るものしましょうね、うん、はい、やりましょう。でもね、今日のね30分間はね、はい、のんびりと行きますよ、うん、今日もね、ちょっとワンオクロックで盛り上がってますけど。そうなんです。ちょっと番組始まる前にね、ちょっと盛り上がっちゃったんですけどね、そのノリで今日は楽しく、うん、トークをしていきます。9月のディアウーマンは、私を含めてですね、あのママパーソナリティ月間、勝手に決めました、ママパーソナリティ月間で、番組をお届けしていきます。トップバッターの今日は、トップバッターっていうのはなんかね、なんか一周目はね、ちょっとね、はい、あれですけど、あのドキドキしますけど、まあ、おなじみね、はいはい、私の相棒ですよ、す相棒のまこさんとね、一緒に、今日の、ね、テーマは、はい、はいはい、我が家の常識、うん、やっぱりね、中本君、はい、我が家の常識です、はい、我が家の常識でトークをしていきます。お楽しみに。あと今月は、まあね、沖縄のね、もう偉大なる歌姫ということで、安室ちゃんの引退もちょっと近づいてきているので、ちょっとまだ実感が全然ないんですけども、ここ FM 宜野湾のこのディアウーマンの番組の中でも、安室ちゃんの曲を1曲あの毎週かけていきたいと思っています。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオより、パーソナリティの阿部由美が生放送でお送りします。 FM 宜野湾ではツイキャスト、ユーストリームで動画をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから見れますので、ぜひぜひ見てみてください、はい、そしてサイマル放送も行っています。スマートフォンでリスラジというアプリをダウンロードすると、いつでもラジオを楽しむことができます。そして番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。今日のトークテーマ、我が家の常識、ぜひメッセージで送ってください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。お待ちしてます。何から行く、何から行く、あ、これね、もう私はもうそれよりもあれよ、もうドキドキ待ってるんだけどワンオクは、ごめんゆみちゃん、でも聞いてたから、もうもうそこしかないでしょ、はい、来るよ、ゆみちゃん聞いていいんだから、イントロから聞いてみましょう。すみません、ちょっと別の曲からかけてオッケー、オッケー、あ、すみません、ちょっとトークしてもらっていいですか。いいですよ、いいですよ、じゃあね、うん、あ、いいのをね、今厳選中ですね。いいですね、オッケー、オッケー、大丈夫よ、はい、はい、今日はね、はい、我が家のね、常識、我が家の常識、みんなね、それぞれ各ご家庭で ね、常識ある、これ当たり前と思ってるけど、
他で話すとあれみたいな絶対あるよね。ねえ、これちょっと恥ずかしくなることもあるかもしれませんが、当たり前じゃないでしょ。自信を持って今日はもう我が家の常識をね、これがうちですからっていうね、話していきたいと思います。行きましょう行きましょう。皆さんご意見ご意見ご感想をお寄せくださいってな感じでですね、はいはい、ねどうしますかね。どれから行きましょうかね。我が家の常識、我が家の常識、なんか情報あるんでしたっけ。そうそうそう、ね、うん、私がこの、ま、個人でねインスタやっていて、うん、そのインスタつながりのお友達から情報があってね、はい、ま、我が家の常識、ま、夏といえばね冷やしそうめんなんですけども、うん、冷やしそうめんには必ず缶詰みかん、うん、あるね、なんか見たことあるね。あるね。やったことはないけど、やったことはないけど、なんかつけるのかな、これもあれじゃない、なんかレストランとかにない、あるなんかレストランで冷やしそうめんあるか分かんない、なんかある、あのチェリーと、ね、チェリーも乗っけない、そうあるある、ね、あるよね。これでもつけるのかな、めんつゆも一緒になって、あれじゃない、ほらめんつゆは別皿でしょ、別皿で、そうそうそう、この食べる時いつ食べるんだろうね、これはちょんちょんってつけるのかな、それともお口のハーモニーね、そう、めんつゆの塩気 と甘いのとね、と、うん、まああるよね、あの酢豚にパイナップルみたいな、ね、それ系なんだね、う多分こうそう思うよ、う思うけど、すごいね。じゃあでも毎回じゃ冷やしそうめんにはちゃんと缶詰を買うんだろうね、多分ね、その缶詰でも結構いっぱい入ってるよね、あれどうするんだろう、あとは普通に食べるのかな、それか全部入れるのかなもういっぱいするのかな、もう全部入れたらあれ多いよね、みかんそうめんになっちゃうよ、なっちゃうよね、でも多分それぐらいいくと思うよ、これぐらい毎回入ってるんだから、ね、でもいいよね、見た目がいいね、子供を喜ぶね、うん、そうそうそう。あともう一点ね、うん、来てますよ、うんうん、旦那さん、はい、缶ビールを飲んだら必ずゆすいで、うんうん、ひっくり返せ、うん、あそして、うん、その日で捨てろですね、あ缶の日のようにね、そうね、うんうんうん、これ常識ね、確かに匂いがするんだよ ね、これそうね、結構ゆすがない、してほしい、でもさ飲んでさ、うん、気分良くなってさ、うん、ゆすぐのかね、もうそれもなんかいい感じなんじゃない、ありがとうよビールっていう今日も楽しませてもらったねって、やっぱこう習慣だから ね、うん、もう体が染みついてて、もう何も考えてないと思う、もう最後までこの子をも見送るみたいな、ね、うん、でもそれでさ、これはこのお願いしてやってくれるパパさんっていいね、偉、うん、いね、えらいね、拒否しないのが偉いね、本当だよ、いやちょっとね今ね、うん、メールもね、うん、届いてます、あらいや嬉しい、嬉しいね、みーさん、みーさんありがとう、うん、でね、おはようございます、毎週楽しみに聞いています、うん、我が家のルールですが、毎朝必ず息子にはヤクルト400を飲ませています。あ、いいんだってね、めっちゃいい、でもさすごい偉い、高いよね、高いよ、ね、高い、インフルエンザ、うん、ごめん今なまってた、インフルエンザ予防にもなるし、うん、お通じも良くなるし、本当乳酸菌でいい腸になってほしいという思いからですが、今のところインフルエンザにはなっていません。私これヤクルトレディに直接聞いたんだけど、うん、本当にいいんだって、そういう菌が入ってるから絶対いいですって言われた、このインフルエンザに特化してんの、にも効くし、この腸にもとってもいいんだって、もう聞いたから光栄を、間違いないと思います。じゃあヤクルトレディのご家庭はみんな元気だねと思うよきっとね、うん、あとね、以前の放送で上履き洗い上履き洗いを紹介してましたが、うちは暗黙の了解で、靴洗いは週末お父さんのやることになっています。お父さん偉い、お父さん偉いね、これも我が家のルールかな、子供が洗うよりお父さんの方が綺麗に洗えると言ってお願いしています、うん、洗った後はちゃんと日陰に干すようにしています。偉い、長持ち、すごい、うっそー、お父さん偉い、お父さん偉いね、てかこの家族素敵だね、素敵、なんかキラキラしてる感じするね、健康だしさ、ねえ、お父さんしてあげるしさ、そう、なんかキーキー言ってなさそう、偉い、いや見習います、みーさんありがとう、ありがとうございます、素敵素敵素敵、なんかちょっとこんなの聞いた後になんか恥ずかしいな、なんか我が家の常識聞いたらちょっと聞きたいな、そうね、うん、どうする、一回曲いく、あそうか、あ待って、あでも今ワンオクが流れたんですよね、本当、
はい、よかったです。私聞いてました。もうこのメールとワンオーク最高でしたもん。つちょっとごめんねゆびちゃん、ちょっともうこれ秘密にしちゃったけども今終わったからもそれでなんかちょっとあれなのね、うん、あの私いい心ここにあらずみたいな感じだったわよ。そう、今、うん、そうなの、もう聞いてたの今、目がなんかこんなわーってなっちゃった、目がうっとりしてたよ今、ハートなりながらこれもいいなと思った。真似します。もう今日はねワンオークも聞いてみて、このワンオークファンがね、うん、このスタジオに2人いるからね。そうなんです、3人中2人がワンオークファンだからね。もう私ついていけてないけど頑張るよ頑張るよ。聞いてみて、私ありがとう中本くん、はい、いいわ。どんよりした空だけど心は晴れてるわよ。本当ね。じゃあそんな感じでもう一曲いきますよ、はい、うん、大丈夫、はい、大丈夫かな、はい、いきますね。ということで、はいはい、今週の安室ちゃんです、はいはい、今週の安室奈美恵さんの曲ですね、うん、元気になりますね、はい、これは A ですか A ですか、あわA ですね、A ですか、はい、A です、A Walk in the Park ですね。どうぞ。肩がまたこの肩がもうこれもそうか、懐かしいねこれ。あえてさ、知ってるのかなっていう感じね、みんなも知ってるよね。もうあの飛んでる感じね。あえてこの古い曲に行きましたよ。本当古いわ。ちょっと衝撃なんだけど。もうだってこれ多分ね、中学生だよ安室ちゃんが。ぐらいじゃない、知らないの、はい、知らないと思う。というかさ、待って、こんな出だしだった、出だしだった、あーそうかさ、ね、全然さ、多分ね、多分ねこれ乗らないと思う。多分全然乗らないでしょ、もう今の安室ちゃんじゃないもん。本当、うん、気持ちがあんまり乗らないと思うよ。僕たちの世代で安室奈美恵が好きなのは、まあ、多分あの小室さんが終わって後の安室奈美恵、あんな感じだよね、小室から離れた後ね、から入った人が多い。ああいう雰囲気がね、なんか全然違うね、そういうこと早く言って、そういうことわかるじゃん、もうこう来たかと思った今、あえてこの世代にぶち込んだよ。あ、まあ、あのじゃあ分かった、分かる、今週はこっから攻めるでしょ、あ、で上がっていく、上がっていこう。最後はもうね、もう最新曲ぐらい、ファイナリーみたいな、そう、いい、そうして、そうしよう、うん、そうしないともうこればっかりだったらもうみんな安室ちゃんじゃないと思ってるよ。そうだね、これ安室さんだよ、うん、みんな安室ちゃんって聞こえてないと思う。このさん、このさん、この昭和だね、このほら早いのよ、この踊りも、ね、この横乗りもさ、うん、確かに時代を感じるね、うんうん、でもカラオケで必ず歌わない、必ずじゃないか、知ってるけどめっちゃ懐かしいっていう、そう、まあ、でもいいじゃないこのほら、いいよ、懐かしいって思える曲だったらいいけどさ、全く知らない人がいるからさ悲しい、ね、悲しい、もう仕方ない、だってワンオクだから今時代のそうそうそう、ね、もう今日アウェイじゃない、僕完全にねワンオク知ってる人と知らない人、なんかもう私もなんかユミちゃんなんか古いなって思ったごめんね、ごめんね、ゆみちゃん今日ミスったね、あ、安倍ゆみちょっとミスった、もうそんだからこれだから、ああよーし、多分この今のこのノリも全然知らない、うん、ね、でもいいと思う、こう上げていったらいいと思うよね、うん、そうしよう、じゃあ来週からは多分わかるかなと思う、もう次ぐらいもうキャンユーセレブレートぐらいのとこまで行くんでしょ多分、そうだね、一旦小室は離れようね小室さんはね、よしよし、うん、課題だね、ある意味私の、調べてみて、このさ、一回でもいいから中本くんとこれいいよねこの曲って一緒にこの賛同したいよねそう、あ、私よりまこさんがごめんね先にやってしまったって、そうね、知らないし、うん、まあでも他のは行くかもしれないよ、そうね、うん、行ってみましょうかね、うん、これやってみる、何これ、 今まではなメンテナンスだからさ、うち何なのメンテナンスってなんかメンテナンスよ、この10分間だけ、ね、配信ができなくなる、なんかの曲、あ、そういうことなんだ、前半はね、あれなんだよね、あ、そういう設定ね、はいはいはい、いいのよ、いいのよ、いいのよ、あ、嬉しい、でも嬉しいね、嬉しい、ここまで遡る、おお、びっくり、私初めて、ね、初めての時だから上巻き洗い、すごい、しかもよ、これさ、なんで知ってるの、今日真子さんと話すっていうのも、あ、これ私インスタであげたのよ、ああそういうことか、でも、まこさんとトークするってインスタであげたかな、たまたまじゃない、たまたまじゃない、
本当たまたまだよ絶対ね。それかもう朝見てよ。見てて何見たの？あ、でも9時だから放送前じゃん。本当偶然。あーかわーい。あ、ね、朝の一瞬を見て、見て、あ、でもこれ聞いて、あ、勝てたのかなと思ったけど、うん、9時なの入ってるのが、だからやっぱ本当偶然なんだよ。あ、そうかそうか、今10時だからね、うん、あ、そうだよな、やば、すごい、やばやばやば、ありがとうございます、ありがとうだね、すごい、じゃあ14分だ、どっちから行く？よっしゃ、こっちにする？ほらこっち、あ、そうだね、うん、入りやすいもんね、うん、オッケーオッケー、そうそう、でまあこれもチャラッと言ってもいいなみたいな、そうだね。ね、みんなわからないからあんまり。もう突然話が変わってもいいんじゃない？それ。いい。ありあり。うんうん。じゃあもうここのサビが終わったらもう行こうかな。うん。もうそうね。だってもうウォーキングパークみんな聞かなくていいと思う。何回もウォーキングパークもいいと思うよ。悔しい。悔しい。ごめんゆみちゃん。いいの。うん。いいの。まあ、これはもう行ってほしいさらっと。もう CM 行って。はい、じゃあフェードアウトして。もう頑張ろう。来週頑張ろう今年。まあでもね、知ってる人は、うちら世代は懐かしいなって、ね、安室ちゃんといえば ね、そうよ、まず小室、こっから出ていったっていう感じがするから、そうね、いいのいいの、中村君、あの覚悟しといてね、今からのトークさん、衝撃的なトークだからもう結婚もしたくなくなるそうみたいな、まこ、ま、さん大丈夫って思うからさ、いや、そう来る、絶対来る、でも私もしたいですとかさ、私も実はとか言ってもいいと思うゆみちゃん、これはもう。どういうこと、私がやりたいって、うん、いやいやいや、そういうのもいやいやいや、今後やっぱやっていきたいなっていう、いや絶対思えない、絶対思えないと思う、あ、そう、うん、どうして、な、だってえ、どうしてキャットは可愛いんだった、二十歳みたいじゃん、そういうね、もう男と女じゃなくなってるってことだ、ね、から入ります、はい、平井さんね、あ、いいね、はい、マイク上げます、ディアウーマンはギナワンヒルズ通り FM ギナワンのスタジオより阿部由美が生放送でお送りしています、はい、今日のトークテーマは我が家の常識、はい、でしたね、ですよ、もう今日はもうびっくりさせま、させちゃいましょういかんだけど常識なので別にびっくりすることはなく、まあ、普通のね、普通のね、うん、はい、みんなにちょっと聞いてみましょう、聞いてみましょう、これはいいのか悪いのか、いいのか悪いのか、常識か非常識か、はい、ありかなしか聞いてみましょうね、まずじゃあお風呂上がりは、うんうん、みんなどうしてますか、このまあお風呂入るときに着替えはどうするのかな、みんな着替え持っていくの、持っていくよ、パンツとかまあいろいろね、パジャマとか、パジャマね、そういうね、パンツね、こそこそと持っていくの、みんなえ、うん、まあそのクローゼットから出して、出して脱衣所に持って行って入るね、入る、それ常識だよね、常識です、うん、これ持っていくの、子供はどうするの、子供の分も私も一緒に持っていく、持っていく、はい、ありゃもうすべてセットされた状態でお風呂に入る、それどこに置いとくの、じゃあ脱衣所、脱衣所のどこに置いとくの、まあなんかあるの、置くとこが、脱衣所の床、床にもう下に放っとくの、まあ、床でもいいし、まあ、なんならこのね、洗面台とこ、洗濯機の上でもいいし、うん、でピッと置く、ピッと置く、おお、なるほどね、まさかのえ違うの、そんなお風呂にさ行きましょうみたいな、その銭湯みたいなノリなのコトコトコトみたいな取りに行って、そんななんか優雅な感じなの、え違うの、阿部さん家のお宅は普通だよね、僕持ってきます、普通持っていくの、普通だよ、そんな、え、どうなの、みんな行くぞみたいな、こう、はい、行けみたいな感じじゃないの、ないないない、はいはい、もう私は行けっていう、このもう、もうみんなでこう、ダーっていう感じね、ね、そんなの取りに行って、そんなおのもじゃあ、お風呂、はい、終わりました、はい、はい、もう、もうびしょびしょ、体拭きます、まあ、拭くのももうどこで拭くの、ほら、まあ、外に出て、まあ、脱衣所で脱衣所で拭くよ、拭くはね、うん、本当は、うん、まあ、うちはもう脱衣所で拭かないと、どういうこともうどこで拭くの、リビングおかしいよね、ちょっと待って、そういえばびしょびしょじゃん、びしょびしょだから、全て廊下からもそこから風呂から全部もう通った道が分かるよ、みんなどうしましょう、だ出てきたところもびしょびしょのままも出てきてるわね、子供たちも、じゃあ例えば子供と入る、はい、まあ、4人、まあ、いやいや、まあ
まあ、もう子供たちみんな濡れたまま出てくるの、まあね、子供たちだけの場合はもうそのままひゃーっと出てくるよ、全部と渡ってびしゃ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 、もう全部もう垂らしながら、だからもしその下に服を置いてたらもう濡れてるわね、濡れてるわね、うん、え、そのパンツ、マッパ、もちろんもうフリフリフリっとくるわねで、まあ、まあ例えば私も入ってたとするわ、でまあちびっ子もいますね、まあ、ちびっ子もパタ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 って行く、ちびっ子もいいよ、可愛いから行くよ、うん、それを追いかける私みたいなマッパでなんか、まあ、マッパでまあ拭きながら全てを拭きながらそこで立ち止まって拭くっていうことはないね、こう優雅にこんな感じはないね、ということでもう全てみんな裸族になって、そのリビングは全て、でもまあね、あのちゃんと拭いたら洋服着るよね、もちろん着るけど、まあ、着るまでが長いね、長いよ、どういうこと、まずは数分裸族、数分というか、まあまあ、そこで私がみんなのを拭いたりしてるわな、まあ、ね、うんうん、そこでまあなんか、まあ、まだ授乳してるので、まあ、飲まれたり、じゃあそしばらく裸族じゃない、そうクリームを塗ったり子供にえ、そこにパパ帰ってくることとかないの、まあ、まあ別にあっても別にそれはもうお帰りだよねあ、お帰りっていう、もしさ、じゃあパパ帰、ピンポンお帰、うん、お帰り、ただいま、うんうん、したら裸族のいては、いる普通に裸族がいっぱいいるわけね、先生、うんうん、も先生、あ、ただいまっていうこれはもう普通、てか普通、見てほら、みやさん持ってかないで、え、そう持ってかないです、持ってかないです、はい、ってのは、はいはいはい、何、はい、洋服持って、あ、一緒ってこと、持ってかない、持っていけないですよね、さすがにびしょびしょでは出ないけど、ないですけど、まあでもまあ、じゃあ裸族じゃない、みやさん一緒ですよ、うっそ、ね、もう一緒ですよ、もう風呂場っていうくくりはないですから、もう全てがもう脱衣所っていうね、ちょっと一緒だ、やっぱり面白いんですけど、へんとなけのお風呂、そうですか、お風呂で授乳もしますよ、ちょっと普通ですよ、だってもう見えてるんだもん、待って、もう隠しきれないでしょ、それはもう授乳、授乳、こう授乳、こう見て頭を洗ってる時だから、もうどうぞみたいな感じでしょ、その時に、あ、見つける、待って待って、指を刺す、 頭洗ってる、はい、はい、洗ってる、あ、して、赤ちゃんここにいる、いる、見つける、あ、あ、見つけた、あ、あ、見つけた、もうこうだわね、もうもう食いついてる、そこに、うん、だからまあちょっとほら、まああのちょっと喉を潤すぐらいな感じじゃないかな、子供的には、子供的にはね、うん、お風呂入ってるけど、はい、あ、ちょっと喉乾いたみたいな、うん、ちょちょちょして、うん、でまた遊ぶみたいな、お母さんはでも頭洗ってるでしょ、お母さん洗ってるよって、どうぞっていう、こういう感じで飲みやすいは一番ちょっと待ってヒヤはね、衝撃なんですけども、でもそうですよ、本当、はい、最高、私たちもやっぱりね、もともとは野生でしたからまあそうね、もうやっぱりもう時短時短でいかないと、もう間に合わないですから、それはもう飲みたい時に飲んどいてっていう、もうすごいね、うん、でもシャワーするよって、もう最近はね、こう駆け出すとやっぱもう子供も嫌だから、もう逃げていく、うん、ちゃんと逃げるようになってる、もう1歳もなってるから ね、 もう読んでるね、前まではもうウィってなったけど、うん、もう今はちゃんとまた遊んでる、学んだね、うん、学んだね、学んでる、拭いたらまあもうお風呂場はそういう感じですね皆さん、拭いても拭いてもすぐ来たら、うん、服が湿気りませんか、 それが嫌なんですよ、いや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 、そう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 、拭いてもすぐに、うん、そうなの、来たら、そう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 、服が湿気りませんか、うん、いやね、わかりますよ、すぐわかる、わからないのゆうちゃん、湿気る、その綺麗にね、そんなもうめっちゃ綺麗に拭く悪いけど、もう何回も拭くの、こんなもうすごい拭くの、拭く拭く、ちょっと暑いさ、まあね、そうね、まあ、風呂場でもこうなんかね、あ、そうね、こうなんか扇風機を浴びてる感じでしょ、銭湯でも、そっか、すぐ来たらもうちょっとこの、じゃあ裸族になって、うん、このね、ひゃーっとしたい、肌の水分飛ばして、さらっとして着るのね、うんうん、あ、まあそうかも、皆さんもそうかも、我が家もクーラーついてないんですよ、だから皆さん、わかんないよ、皆さんだから、だからこれわかるかもしれないあ、なるほどね、うちも暑いもん、もうそっか、うん、ひやってするんじゃない、もしかして、ひやってするね、クーラーついてるでしょ、ついてる、あれや、これセレブのお家だから、いやいやいや、あ、まあ、そういうじゃあ、うん、あったんだね、それもあるかもしれない、も自然にね、まず乾燥、きれいに乾燥させてなるほど、着たいっていう、そうそう、裸族になりたいわけではなく、うん、そうですね、一緒でした、やばい、まこさん、うん、でももう恥ずかしいんでしょ、私もこれやっぱりこう素敵な体でもないからね、いいの、じゃあ、でもあと老後に1回、老後までに1回やっとこうかな、うん、私もチャレンジしてみようかな、夫婦のね、仲がやっぱり、ね、やってみるよ、かも嫌がられるか、脱衣所にクーラーついてるんですか、すごいセレブ、さすが、
皆さん脱衣所にはついてませんよ私リビングのクーラーが来てるだけですよこのね。これはもうすごいセリフだよね。うんうん、あと真子さん、はいはい、何ですか。もうエンディングですよ。わお取っておきのね、とっておきのこれあったのに ね、はいはい、ね言えなかったの。そうだよ、ありありゃ。あとね告知する。あ、そうなんです、うん、ですね、エクボの、イベントがありまして、9月の23日はいはい、新しくです、ね、那覇バスターミナルができるんですけど、そこでユイフェスタ2018美ら島バス祭りっていうのがありまして、うん、バスの乗り方教室やガイドさん体験、キッズ広場、工作コーナー、あとは那覇校さんのワークショップなどなど楽しい内容がいろいろあるので、ぜひ皆さんお子様連れで参加してください。はい、9月23日ね、時間が11時から5時までやってます。那覇バスターミナルね、そこ新しく、図書館もできるのよ。えあれ知らないですか。あの朝日バスのところ。そうなのでぜひぜひ来てみてください。あのスペシャルゲストもちょっと何、誰来ます。誰2組ほど。2組、うん、有名超有名。ほんと D51 も来るけど、あともう言っちゃった。あ、またもう一人来るので、ね、じゃあスペシャルゲスト、ぜひぜひ来てください。見に行きましょう。お出かけください。じゃあそんなこんなでね、はいはい、またね、まこさんはね、再来週ね、うん、いいですか、再来週もね、また来ますよ嫌がらないでもうね、あのママパーソナリティ月間だからね、そう今月はね。そうなんです、一応ね、もうママなので、ママパーソナリティとともに、うん、来週も、うん、再来週も、ね、あるある、ね、皆さんのあるあるをね、楽しくね、ね、行こうね、ね、うん、やろやろということで今週も終わります。あ、こんな話題一つ家族で終わりました。すいません、どうもありがとうございました。またね、またありがとうございます。バイバイ。今日もそれも一つ。